皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート227をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、返事。今年の正月に実家帰ってて、2階にある、元自分の部屋で姉と2人テレビ見てたんだけど、晩飯前に風呂入ろうと思い、1階に降りた。風呂を上がって洗面所を出ると、風呂場横の部屋、仏壇が置いてある部屋、から姉の気配がした。ドアは閉まったままだったが、聞こえるだろうと思って、風呂上がったで、と言うと、うん、と返事が来た。さっぱりして台所に行くと、晩飯の支度をしてる母が、あんな小さい声でお姉ちゃん聞こえた。と聞いてきた。母は姉が1階にいることを知らないから、そういうのも無理はないなと思い、あーうん、大丈夫、と答えた。しばらく台所でテレビを見ていたが、姉が風呂に入る気配がしないのでおかしいと思って、風呂場の方に行ってみた。やはりいない。すぐ隣の部屋を覗いてみた。いない。不思議に思って2階に上がってみると、さっきと変わらず姉が床に伸びてテレビを見ている。あれ、今、1階の風呂場横の部屋にいたよね。と聞くと、え？と聞かれた。その日は俺、姉、母の3人だったので、ちょっと怖かったです。第2話、足。うちはパン屋やってて、創業50年ぐらいになるのかな。今は俺が後継ぎ候補。父親にケツ叩かれながら修行しています。パン屋は朝が早いなんて言うけど、すでに朝じゃないからな。まだ夜、2時くらいに起きて用意するんだ。最近は生地の用意任されてるから、俺一人だけがキッチンに立ってるわけ。これ、1ヶ月前くらいかな。お先も眠るうし蜜時に、ドアの外に誰か立ってるんだよ。上半分だけシャッター閉めてさ、下は俺がくぐり抜けられるぐらいだけ開けてるんだけど、足だけ見えるわけよ。不気味な話なんだけどね。そいつ何をするでもなく、気づくといなくなってる。気になってはいたんだが、こっちも商売だしな。営業外の時間に構ってるいとまはないし。ところが、最近になるとね、こっちもあいつ来てるか気になっちゃってさ。ついついフットドアの方見ちゃうんだよ。で、足があると、今日もかー、なんて、習慣みたいになってるよ。家族も元気だし、大した事故もしてないし、店もいつもと同じだしな。一昨日ね、父親に話したんだよね。足が店に来てるぞ。ってね。父親が、寝ぼけてるのか。ってそれだけ言って終わったけどな。昨日か、また生地の仕込みをしている時だったかな。足、いるかな？ってパッと見たんだな。そしたらいたんだよ。足。でもさ、昨日は髪の毛が少し垂れ下がってるのも見えたんだ。あいつは一体何なんだろうな。第3話、香典袋。去年、会社の先輩の奥さんのお母さんが亡くなった。先輩の奥さんは、うちの会社で、OL をやっていたこともあり、顔見知りなのだが、お通夜が行われる葬儀場が遠いため、香典だけ納めることにした。しかし、そのお通夜に出席する人に香典袋を預けそびれたため、
その日は机の引き出しにしまっておいたのよ。後日、先輩が出社してきたので、引き出しから香典袋を出し、直接渡したんだよね。そして先日、四十九日経ったと、タオルが送られてきた。まあ、ここまでは何事もなかったのよ。先日、机の引き出しを探っていたら、去年、先輩に渡したはずの香典袋が出てきた。あれ、もう一つ作っていたっけ、と思ったが、そんなことをするわけもないし。袋に書いてある筆跡も前回と同じものだった。そして今日、課長の奥さんのお父さんが亡くなったんだが、今回もお通夜が行われる葬儀場が遠いので、香典だけ納めようと、机の引き出しから例の香典袋を出して、お通夜に出席する部長に、納めてもらうようお願いをしたんだけどね。確かに、これから葬儀場に向かう部長に、俺が渡した香典袋を持っているか確認したところ、確かに持っていると、現物を見せてくれた。部長を見送り、残った仕事を片付けた後、気になって机の引き出しを探ってみると、さっき部長に渡したはずの香典袋が入っていた。ちょっと怖くなって、部長の携帯に連絡してみると、確かに俺の香典袋は相手に渡したと確認が取れた。じゃあ、今、俺が手にしているこれは、一体何なんだろうな。中身も入っているし。第4話、いたずら。厨房時代の3年間、世話になった学習塾がいろいろ怖かった。当時はまったりした羊年生まれの自分たちなもんで、あれ?みたいな疑問だけで、まあ、いっか、って完結してたけど、思い出すとなんだか空恐ろしい。ある日の夜9時に塾が終わって、友人8人で帰宅するちょっと前、塾の先生、20代後半、独身女性だった、が用事で、一度クラスを出て行ってから、また戻ってくることがあった。自分らはちょっとしたいたずらのつもりで、先生が廊下へ出た後、クラスの電気を全部消して、全員荷物を持ってベランダへ出た。普通の学校みたいな作りの4階建ての塾だった。しばらくして先生がクラスへ戻ってくるのを、ベランダのガラス窓越しにこっそり見てた。先生は電気が消えてるので、あれ?って感じで電気をつけて、クラス内に誰もいないし、荷物もないんで、あれ?あいつらもう帰ったの。みたいに普通にまた電気消して、真っ暗い廊下へ出て行った。その様子をベランダの暗闇からうすら笑いで自分らは見てたんだけど、廊下に出て行った先生が見えなくなったくらいの瞬間に、真っ暗なクラスの中で、誰か立ち上がる影が見えた。あれ、自分ら全員、ここに出てるよね。あれ誰、みたいな疑問が。そんで、その影がすすすっと歩いて、先生と同じようにドアを開けて、暗い廊下へ出て行った。あの時の9人目って全然思い出せないし、そもそも自分らがいたずらでベランダへ出た時は、クラス内に誰も残ってなかったはず。クラス内に誰も残ってなかったはず。ちなみに九段の学習塾とは広島県 F 市にあった。梅園学園って名前の学校でした。1990年代には、学習塾から IT 関連の学校になって、市内でも最先端行ってるスクールぽかったけど、夜間の誰もいない、
電気すらついてないトイレ、男用。から使用中の音や、水が流れる音がするのは頻繁でした。ベタだけど、あれはやっぱり怖かった。第5話、記憶。今から20年以上前、私が3、4歳の時、私の母姉妹は仲が良く、2ヶ月に1回くらい家族ぐるみで集まったり、小旅行していた。その日も海に遊びに来ていて、すでに日が沈みかけていた。一番小さかった私は、おじさんに抱っこされて、おじさんの犬と遊んでいたんだけど、ふと母がいないことに気がついた。ちなみに母は借りた遊具を、海の家に返しに行ってたらしい。私は急に寂しくなって、母を探そうと、おじさんから無理やり離れて、母を探しに行った。帰り自宅の客の間をうろうろしながら、母を探していると、頭上から聞き慣れない声がした。顔を上げると、幼児の目から見たらおじさん、今思うと、30前後くらいの知らない男の人に話しかけられているようだった。早口なのか、難しいことを言ってるのか聞き取れず困っていると、その男の人は私に手を伸ばしてきた。すると後ろから別の手が伸びてきて、急に視界が高い位置になった。ずっと後ろからついてきてたおじさんに抱き上げられたのだ。その後おじさんと男の人は、何か言い争っていた。私自身の記憶はそこまでだけど、私たちのいた海は新潟。後に行方不明者が出る地域だった。あの男の人は、迷子の幼児を保護しようとしただけなのか、それとも。第6話、呪いの MD。3年前の話です。確か、高校に上がる前の春休みでした。私はボランティアサークルに所属していて、年の離れた人とも交流があるのですが、その中の一人に、バトン部に入っている高校生がいました。ある日、彼女がミーティングの帰りに行ったのです。〇〇、オカルトって興味ある。私は、幽霊とかの話っすか、と食いつきました。後日、ミーティングで1枚の MD を渡されました。当時は MD だったんですね。懐かしい。彼女は言うのです。これ、呪いの MD ね。内心では冷笑しながらも、とりあえず家で聞いてみることにしました。発表会で使う曲を選んでいたらしく、内容はトランス、ヒップホップ、マーチと、いかにもな音楽です。ラベルに書いてあるのは、丸い女性らしい文字で、10曲のトラック名。ところが、11曲目があったんです。私は彼女に電話をかけました。普通でした。少しびくつきながらも、そのまま流します。アップテンポのトランス。クラシック好きですが、乗れなくもない。その、3分43秒。1、2秒の誤差はあるかもしれませんが、キュラキュラ、とカセットを巻き戻す音が、いきなり、曲調が変わりました。トランスから、インドとかアラブとか、あのあたりの民族音楽に、びっくりした。私の MD コンポにはカセットデッキがついていません。少し落ち着いて考えれば、巻き戻し音なんてなるはずがないじゃないですか。担がれた。多分、編集したんだろうな。故障しながらベロを停止に傾けます。
コンポはシャープ製の2004年ぐらいのやつです。止まらない。未だにシナプスが反転しそうなコードの音楽が流れ続けるんです。接触不良を疑い、リモコンから停止させようとします。なんで？怖くなった私は、イジェクトボタンを連打しました。当然のように、反応なし。この時点で4分21秒です。モニターを凝視していましたから確実です。ゴン、ゴン、ゴンゴン、ゴン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 、何かを打ちつけるような音が鳴って、ノイズが流れました。かなり速いテンポの打ち込み。音からイメージすると、コンクリに頭を打ちつけているような。そんな状況でそんな音を聞いたことはないけれど、パニックになってて、それで、気づいたんです。体が動かないことに、指は真っ白になっていて、ベッドの縁を握っていました。私にこんな握力があったのか？と思うほど強く握っていて、ベッドの縁は少し歪んでいます。木製なので、本格的に怖くなって、体に力を入れるのですが、全く動きません。その時、聴覚だけは鋭敏で、コンポからすすり泣きが聞こえてきたんです。耳を塞ぎたいのですが、手は動かない。泣き声はだんだん大きくなっていって、ついには叫び声が、誰か助けて、と声を上げたいのですが、喉すら動きません。7分49秒。再生が停止して、コンポが勝手に MD を吐き出して、グッバイの表示。爪の食い込んだ手のひらは、血をにじませていました。何かあった。弟が私の部屋のドアを開けて飛び込んできました。私は弟にすがりついて泣きました。今では殺意が湧くことがある弟ですが、あの時ばかりは感謝しています。あの時、弟が飛び込んできた理由は、私が叫んでいたから、だそうです。私の耳に聞こえた声は、もちろん私の声ではありませんでした。その出来事を彼女に伝えると、ね、すごかったでしょ。と笑われました。私、あんな曲入れたつもりないんだけどね。超怖い。何よりも怖いのは、渡してくれた彼女が私に楽しげに渡したことでした。サディスト極まれり、といったところでしょうか。以来、私のコンポは電源を入れてもつくことがなく、捨てました。MD は怖いので粉々にハンマーで割ってから、燃えるゴミに出しました。さすがに、また戻ってきたなんてフランス人形みたいなことはありませんが、寒がりになった気がします。第7話、ゲスト。某バラエティ番組の収録でのこと。電話ボックスくらいで、中が見えない箱にゲストが入り、回答者がゲストに質問し、ゲストが誰かを当てるコーナーがあった。ボイスチェンジャーで、声だけでは男か女かもわからない。最初に司会者だけが小窓から覗いて、ああ、この人ね、を毎回やるんだが、その収録の時だけは覗いた後に首をかしげて、台本を何回も見返す様子が、カメラに捉えられていた。回答者が次々に質問をし、最終的に、某男性俳優がゲストだった。ボックスから出てきた某俳優は、回答者やスタジオ観覧者に、拍手で迎えられ、出演する舞台の告知等をやって、その回の収録は終わった。収録はいつも通り順調に終わったはずだが、
司会者だけは、青白い顔をして怯えていた。それを気にした彼のマネージャーが司会者に聞いた。〇〇司会の芸人さん、どうしたんです？青い顔しちゃって。さっき最初に俺が箱を覗いたやろ。その時中に、綺麗な女の人がおってん。あれ、おかしいな。今日は四角四角、男性俳優さんがゲストやのに、と思うて。でも喋ってるのも最後に出てきたのも、四角四角さんやったし。え、それ本当ですか？ほんまやで。見たことない顔やったけど、えらいべっぴんさんやった。でもどこいか発展やろ。四角四角さんのマネージャーの方じゃないですか。そやろか。その後、この件が出演者やスタッフに知れ渡り、ちょっとした騒ぎになった。ちなみに、四角四角さんのマネージャーは男性だった。では、その女性は誰だったのか。その手がかりは編集中のスタッフが見つけた。ゲストの性別が分かった後にヒントとして座っているゲストの手元だけを映す場面があった。俳優の手やお腹部分が映っているのだが、ゲストの背後に人影が映っていたらしい。でも、狭いボックスの中に、その人影が立っていられるスペースなどない。それを聞いたマネージャーは司会者を呼び、映像を見せた。この人や、最初に見た女や、これは幽霊や。司会者はその後気分が悪くなり、その日の収録はそこで中止になった。後日、自分の出演したコーナーが放送されないため、四角四角側から番組側にクレームが行った。しょうがなしに、番組側は事の真相を、その俳優に伝えた。するとその俳優は、そうか、と言っただけで、もうクレームを言うことはなかった。そしてその俳優は静かに芸能界から存在を消していって、今はどこで何をしているかを知っている人はいない。テレビ業界で働く友人から聞いた実話でした。第8話、うごめくもの。これは大学2年の夏の話だったかな。途中出てくる会話文については、大体こんな感じで言ったというニュアンス的なものだと受け取ってください。その頃俺は友人に誘われて心霊スポットをよく巡っていて、あの日も、迎えに来てくれた友人 A の車に乗っていった。車にはもう一人、友人 B が乗っていて、A、B、ともに、怖いもの知らず、というか、幽霊が見たくて見たくてしょうがないような奴らだった。もちろん俺も幽霊を見たいと思っていたから誘いに乗っていたわけだけども。ちなみに場所は九州で、向かって行った場所は海沿いの防廃墟。地元では割と有名な心霊スポットで、実際に行ってみるとかなりの雰囲気はあった。特に衝撃的だったのが、部屋が一室丸々焼け焦げていて、幽霊が出るとかそういった以前に、安全面での危険性も大きかったのを覚えている。その防廃墟を少しうろうろしたりしていたが、しかし、そこでは何も起きなかった。問題は、帰り道にて起きた。ずっと直線の道路を走っていると、突然、友人 B、なあ、トンネルの前の山側の方さ、なんか動いてね。言われてみると、まだ少し距離はあるが、確かに山の側面だろうか。何かがうごめいているのが見えた。友人 B、動物か何かか。A は運転しながら、
友人 A、でもあれなんか妙に赤くね。俺、よくわからんなぁ。そうこう言いながらも、それが見える位置まで車が近づいていき、ある程度見える位置だったので、怖さもあってゆっくり近づいていった。それが確かに赤い色であることがわかった。そしてそれが人のまとう服、着物、であり、着ているのは長髪の女性、だということも、何やらうごめいて、と見えていたものは、実はすごい勢いで山の側面を駆けずり上がろうとしていて、しかし斜面がきついせいか、なかなか登りあぐねているようで、これはおかしくないか、と思った。時間は深夜3時ぐらい。こんな時間に、山の奥に何があるというのか。そして何よりあの動き。それは、もう相当必死に見えた。とにかく異常な動き方をしていた。やめればいいのに、A はさらに車を近づけ、停車。俺と B は正直かなりおじけづいていたので、それ、を直視することができなかったが、友人 A、やべ、感づかれた。つか止めた瞬間かな、多分こっち見てる。A だけは見ていたようで、そこで A も完全におじけづいたのか、即車を走らせて、それはもう急いで逃げ帰った。運転してる時はすごい張り詰めたような顔をしていたけど、帰った後の A の怯えようがすごかった。聞いてみると、友人 A、お前らバックミラー気づかなかったか、ずっと赤いの映ってたぞ。と、どうやらもしついてきてたら、というのを気にしてるらしかった。そこで、さすがにこれはやばいだろ、という話になり、お祓いに行こうってなったんだけど、お祓いの話になると、A がすごい嫌がるわけ。どうもうさんくさいからって理由で、仕方なく、俺と B だけでも後日お祓いに行くことにした。A は結局来なかった。しばらくは何が起きるわけでもなかったんだけど、その1ヶ月ぐらい後だったかな。もう帰省先から戻っていたんだけど、自分の親からメールが来た。A 君、交通事故で亡くなったって。ありがちな結末だけど、俺はそれがあの時の霊らしきものの仕業以外に考えられない。お祓いに行かなかったからなのか、あの時そばで直視したせいなのか。よくわからない。あれから心霊スポットに行くことはなくなった。不謹慎ながらもうかいたとか見ているあたり、懲りてないのかもしれませんね。まあありきたりの話だというのは自覚しているよ。ただ本当に、こういうことがあったのかと思うと怖かったので、投稿してみた。あまり詳しい場所までは言いたくないんだけど、大分県。県内の人なら、ある程度場所がわかると思う。新聞の記事については、親にもしかしたらその事故の原因は、で心霊スポット巡りしてた時のこと話したら、教えてくれたこと。だから確証はない。すまんの。第9話、入りたがり。人が聞いたらどうかわかんないけど、自分的に死ぬほどシャレにならない話。自分、自宅住まいで家族と暮らしてるんだが、バイトから帰宅して仮眠を取った後、レポートやるために深夜に起きた。2時くらいだったと思う。家族はもう寝てて、家は真っ暗。とりあえずコーヒーを飲もうと思ったのと、パソコンがリビングなので1階まで降りていった。階段を降りると、右にトイレのドア、
目の前に洗面所への扉、左手に出ると、玄関前を通ってリビングの扉がある。まあどこにでもある家なんだが、リビングに入るときに、なんとなく玄関の扉を見ると、二つある鍵が、二つとも開いてたのな。普段そんなことないから、少しびっくりしつつも、裸足のまま玄関から身を乗り出して、急いで鍵を、カシャン、カシャンって閉めた。瞬間。前触れなしに、ガチャ、って、本当に間髪開けずに扉を開けようとした音が聞こえて、目の前で扉が少し揺れた。まさかだったので本気でびっくりして、しばらくそのままフリーズしてたんだけど、もしかして家族が外に出てた、ってまず思った。だからドアの確認穴から外を伺ったんだけど、真っ暗な空間が広がってるだけで、何もない。扉の左の方が縦にすりガラスになってるんだけど、そこから街灯がついてるのを確認できただけ。だけど、人の動きに反応して街灯がつく仕組みだから、誰かがいたのは確実。家族だったら、鍵を閉めた音が外からも聞こえただろうから、そこにいるはずだし、遠慮なしにインターホンを鳴らしまくるから、とりあえず家族じゃない。こんな時間だからどうせろくでもない人間だろうと思い、他の戸締まりをしっかり確認して、コーヒー沸かしてリビングでレポートを開始した。そこでちょっと不思議に思ったのが、リビングでいつもペットの猫と犬がその辺に転がって寝てるはずなんだけど、猫がいない。先ほど玄関に不審者がいた気配があったのに、犬が吠えたりしていない。まあでも、猫は2階で家族と寝てることもあるし、そんなこともあるだろうと大して気にしてなかったんだ。録画したドラマ見ながらレポートやってて、もっかいコーヒーを飲もうと思った頃に、また玄関で、ガチャガチャ、ってドアを開けようとする音が聞こえた。自分の膝の上で寝てた犬が、足音でもしようものなら耳を立てて吠えるはずなんだが、反応なし。ドアを執拗に開けようとしているようで、絶えずガチャガチャやってるのは聞こえてる。時間は、2時41分。もう一度ドア穴から確認しようかとも思ったけど、ドアの外に誰かがいるのは確実なので、怖いし、とりあえず2階へ行って父親を起こそうと思った。そっとリビングのドアを開けて、玄関の方を覗くと、ドアが少し揺れながら、ガチャガチャ、ガチャガチャ、って継続的に音がしてる。なんとなく、目の前を通ってることが知られたくなかったので、もう一度リビングに戻って、テレビの音量を大きくして、鏡ながらそっと2階まで移動しようとした。すると急に音が聞こえなくなった。玄関の方を見ても、本当に何の気配も感じられない。先ほどまでうるさいくらいだったから、余計に不気味だったんだけど、なぜか自分はドアの外を確認しようとしてた。ホラー映画の登場人物とかが、そっち行くなよバカじゃねえのわら、と明らかにヤバい方へ誘い込まれるように言ってしまう気持ちがわかった。吸い込まれるように、そっとドアの前まで行って、ドア穴を確認する。真っ暗だ。何も見えない。あれ、真っ暗、と思ったら、真っ暗な視界が少し揺れた。何なんだろうと思ってじっと見てると、少しずつ、視界が開けてきて、真っ暗だった原因が人だったってのがわかった。緊張で頭がぼーっとしてきて、
心臓がすごくドクドク言ってて、音が聞こえなくなって、視界が狭まって、もうその穴の中を見ることしかできなかった。目が合って、表情がわかって、顔がわかって、全身が見えた。思わず悲鳴を上げたと思う。聞こえなかったからわかんないけど、それは女で、目を見開いてるんだけど、無表情で、肌の色がほとんど白に近くて、まるで死人みたいなんだけど、それは明らかに自分だった。そのまま意識を失ったらしくて、朝玄関で倒れてるところを家族に発見された。リビングにはやりかけのレポートもあったし、飲んだ後のコーヒーカップもあったし、何よりあのリアルな感覚が残ってるから、夢ではないと思うんだけど、一体何だったのかわからない。最後に見た顔が焼き付いてて、鏡見るたびにドキッとする。一番ゾッとしたのは、発見されたのが玄関の中じゃなくて、外。鍵はかかってたらしい。この時期リアルにシャレにならないし、自分の精神面がかなり心配になった。でも自分の精神がおかしくなったにせよ、鍵かけたまま外に出るなんて不可能だけど、むしろ幽霊とかお化けの類であってほしいと思ってる。ちなみに、猫はあの夜から行方不明だ。第10話、サトス。今から、10年以上前の話。俺の家は長屋で、隣に40歳ぐらいのおっさんが、一人で住んでいた。小学校が夏休みに入った頃、家の周りに、ひどい悪臭がするようになった。おっさんが亡くなって、腐り、うじだらけで発見された。それからすぐに、おっさんの幽霊が出るとか見たとか、噂が立つようになった。俺の親なんかは一生に伏していたが、俺は半信半疑だった。そんなある晩、夜中寝ていたのだが、表でギャーッと悲鳴が聞こえた。その声に最初に反応して、窓を開けたのは俺の斜め向かいの家、つまり、おっさんの向かいの家だったわけだが、開けてみたおばさんも顔面蒼白で悲鳴を上げた。街灯に照らされたおっさんの家の窓に、おっさんの顔がはっきりと映っていた。俺の父親も飛び起きて出て行ったが、それを見て固まっていた。母親と俺に来るな、と言った。表の男性は尻もちついて震えていた。父親が悲しげな顔をして、ほうか、寂しかったんか、辛かったんかと言った。父親の目から涙が出ていた。なんか緊張感が解ける感じがした。おっさんの顔は消えていた。その後、幽霊話は聞かなくなったが、借り手がつくことはなかった。今は、俺の家ともども、取り壊され分譲住宅に変わっている。第11話、靴下。多分全然怖くないけど、私には死ぬほど怖かった実話を一つ。私はもともと霊感は全くと言っていいほどなく、肝試しに行っても特に何も感じたことはありませんでした。そんな私が大学入学を機に、一人暮らしを始めたことが、ことの発端でした。大学で、ある講義を受けている時に、ふと子供の笑い声が聞こえてきたんです。生徒もかなりいる大きな教室だったので、最初は全く気にしてませんでした。でも小さな教室での授業でも、それはたまに聞こえるようになり、さすがに気味が悪くなり、
友達に聞いてみましたが、友達は全く聞こえておらず、気のせいだよと片付けられました。その後もたまに聞こえましたが、わざと考えないようにして過ごしていました。そんなある日、コンパで遅くなって家に帰った時のことです。朝干した洗濯物を取り込むのを忘れていて、眠たい目をこすってベランダに出ました。すると薄暗いベランダの端に、何かが落ちているのに気づきました。近寄って手に取ると、子供用の靴下だったんです。その時は眠かったせいもあって、上の階の人が落としたのかな、くらいに考えて、翌日共用ロビーのカウンターに置いておきました。その翌日に、奇妙なことが起こったんです。いつものように家に帰ると、リビングに何か落ちているのに気がつきました。私は一瞬心臓が止まるかと思うくらい、ドキッとしたのを覚えています。昨日の靴下が、私のリビングに落ちていたのです。もちろんベランダも玄関も鍵はしていましたし、部屋を荒らされた形跡もありません。私はパニックになり、急いで友達の家に逃げ込みました。少し落ち着いてから、後日管理会社に報告しましたが、盗難などの被害が出ていない上に、侵入した形跡がないので、気のせいだろうと言われました。落ちていた靴下は怖くて捨てることもできず、今は友達の家に置いてもらっています。それ以来、私は一人ではその家に入れず、家に帰るときは友達を連れて帰っています。授業中の笑い声と靴下に関係があるのかは今もわかりません。稚拙な文章でオチもなく申し訳ないです。第12話、元精神科医の霊媒師。そんなに怖くないかもしれないけど、知り合いに聞いた話。金蔵寺っていう寺が近くにあるんだけど、その寺の前の道が今、金蔵寺ブラック地帯って呼ばれてるらしい。なぜかというと、その道に住んでいる人がバタバタ死んだからだって。じじいやばばあはバタバタ死ぬわ。最近閉めた酒屋の若旦那は精神病になって気違いみたいになってるわ。若い人もトイレに座ったまま突然死、他にも血をブシャーっと吹き出しながら死んだ人もいるとか。この話を聞いた知り合いの長い間飼っていた鯉も、ある日突然全部死んで、ぷかーっと浮いていたって。他の人によると、その寺に変な霊媒師ババア、蛇やなんかが取り付いてますとか言って、何十万円もぼったくるらしい、が住み着いてから、嫌な感じの道になったと言っていたらしい。そこで知り合いは評判がいい霊媒師を探してきて、お払いをしてもらうことにしたって。霊媒師は、掘ったらいかんとこ掘りまくっとるなぁ。って言ったらしい。確かに、何ヶ月も前からその道は下水道工事をしていて、今も続いている。その後霊媒師はお風呂を見て、この水道調子悪いやろ。と言ったそうで、確かに何回直してもポチャポチャ水が垂れて、調子が悪かった。霊媒師はにやりと笑って、変なことが起こりますよわら、と言った後お払いを行ったそうだ。するとお払いの途中で水が、ピチャッピチャッピチャッ、ピタッ、と止まったそうな。知り合い、ギャー。霊媒師、な、変なことが起こるって言ったやろわら、というわけで、お払いは終わったそうだ。身近にこんな怖いマジ話聞いたの初めてだし、
その霊媒師は物本だし、この話聞いたこっちも、ギャーって感じになった。ところで、その霊媒師は昔精神科医だったそうなんだけど、明らかに精神病じゃなくて、霊に取り憑かれてる患者もいたらしい。見えるんだって。患者の後ろに。でも医者の立場でそんなこと言えるわけないし、仕方なく薬を処方する毎日だっただろう。その成果はわからないけど、今は霊媒師になって、何時間見ても1万円で商売してるらしい。人気だからなかなか会えないみたいだけど、たまたま明日空いてるらしいから、元精神科医というし、見てもらうことにした。ということで、明日試しに見てもらってきます。まあ、ちゃんと病気です。って言われて終わりだろうけど。第13話、託された箱。田舎出身の大学生です。両親は早くに死に、祖父と港町で暮らしていましたが、田舎が嫌で勉強して、無理やり東京の大学へ進みました。今思えば、育ててくれた祖父を一人残して、ひどい孫だったと思います。でも、都会の生活は刺激的で、日々が過ぎるのがすごく早くて、自分なりに充実した毎日を送っていました。でも、親戚のおばちゃんから突然の祖父の訃報がありました。私はすぐ帰りました。大変お恥ずかしい話ですが、そういった時、どのように進めればいいのか私は全くわからず、すべて親戚たちが進めてくれました。形ばかりの喪主でした。一段落ついた頃、父の姉から、私は一つの木でできた箱を受け取りました。これはあなたの権利でもあり、義務なのだというようなことを、もごもご歯切れの悪い言い方で言われ、絶対に手放してはいけないと言われました。また、開けても、この話を人にしてもいけないと強く言われました。でも、おばはそれ以上は、何を聞いても教えてくれませんでした。別段、悪い気もしなかったのですが、気になったのと、何も教えてくれないおばへの反抗心で、つい、箱を開けてしまいました。茶色く変色した、紫の紐をほどいて、目張りするように貼っていたお札のようなものは、後で貼り直せるよう、できるだけ丁寧に剥がしました。と言っても、熱中しているうちにボロボロになっていましたが、箱を開けると、白い布や綿に固定された、白く乾いた、何か動物の頭か何かのミイラのようなものが入っていました。息が止まるかと思うほど驚きました。慌てて蓋をして、部屋の隅に押しやりました。こんなに恐ろしい思いをしたのは初めてです。でも、時間が経つと、少し勇気が戻ってきました。もう一度、それが何なのか、よく見ようと、箱に手を伸ばしました。その途端私の中指の爪が、ピシリと縦に割れました。爪の下にも血が通っているのですね。一瞬のことだったのに、血がはたはたと箱の中にこぼれました。私は声にならない悲鳴を上げ、蓋を戻して箱から離れました。死ぬほど、本当に死ぬほど怖かったです。今は落ち着いています。白い箱が部屋の隅にあって、私の中指はじんじんと熱く痛んでいます。東京にはこんなこと話せる人がいないということを思い出して、しかも今日は一人で寒くて鬱です。
第14話、忍者男。書き込みます。怖いかどうかわかんないけど、2年ほど前の話。休日に公園で読書してたら、そのまま眠り込んでしまい、起きたら暗くなってた。焦って携帯で時間を確かめたら、9時過ぎてた。どうも6時間くらい寝てたらしい。さすがに寝すぎたと慌てて公園を出て、車を止めてあった駐車場に向かった。時間が時間だけに、だだっ広い駐車場内に人影はなく、止めてある車は、俺のを含めて4台くらいだったと思う。その駐車場からは丘が見えるんだけど、その上が墓地になってたりして、暗い時間帯になると薄気味悪いんだよね。ちょっと怖くなった俺は、小走りで車の前まで行って扉の鍵を開ける。ふと周囲を見渡すと、いつの間に現れたのか、20メートルほど離れた場所に人が立っていた。さっきまで誰の気配もなかったのに、いつの間にかそいつは立っていた。街灯の薄暗い光に照らされたそいつは、男のようで、黒ずくめのジャージかトレーナーのような服を着ており、顔には目出し帽か、覆面のようなものをつけ、目の部分だけが見えていた。まるで忍者のようないでたちのそいつは、ご丁寧に背中に棒状のもの、忍者刀、まで背負っていた。その忍者男がじっと立って、こちらを見ているのだ。なんとか悲鳴を上げずにいたものの、驚いて固まってしまった俺。一瞬、そいつと見つめ合ってしまった。忍者男は妙に黒目がちな目で俺を見ていた。突然、忍者男がこちらに向かって走り出した。うわぁ。と情けない悲鳴を上げた俺は、必死で車の扉を開けて運転席に飛び乗った。扉を閉めてロックすると、そいつの方を確かめる。あの距離でダッシュしてきてるはずだから、もう運転席の前に来ていてもおかしくないはずである。だが、なぜか忍者男は、まだ先ほどの場所にいた。どういうわけか、忍者男はその場で激しく足踏みしているだけで、走ってはいなかったのだ。目を疑う俺の目の前で、男は激しくその場ダッシュを続けていた。忍者男を確かめながらキーを入れ、車のエンジンをかける。その瞬間、忍者男は俺の車に向かって走り出した。今度はその場ダッシュではない。どんどん近づいてくる。忍者男はあっという間に運転席のそばまで来ると、運転席の窓を、軍手をつけた手で叩き始めた。パタ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 。忍者男が妙なソフトタッチで、窓を叩く音が車内に響く。うわぁ。悲鳴を上げながら、俺は車を急発進させて逃げ出した。駐車場の出入り口まで来てから、バックミラーで確かめると、忍者男はさっきの場所に立ったまま、こちらをじっと見ていた。家に帰り着くと、その日はすぐに寝ちゃった。次の日、車を確かめると、窓にびっしりと手形が、というようなことはなかった。ただ、なぜかわかんないんだけど、助手席の足元に、一塊のお米が置いてあった。俺は一人暮らしだから車使うのは俺だけだし、誰も車内に米を持ち込むやつなんていないのに。それも米粒が、なんか絵の具みたいなのを塗ってあるみたいで、全部黄色く染まってるんだよね。気持ち悪くって、お米はすぐに捨てて車内をきれいに掃除した後、お守りをもらってきて、
その後は車内に置くようにした。忍者男とお米が関係あるのかもわかんないし、霊的なものとかじゃないとは思うんだけど、その時はとにかく薄気味悪かったから。結局、忍者男が何者なのか、強盗の類か、異常者なのか、それとも霊的なものなのか、わかんないんだけどね。聞いてて怖くないかもしれんが、俺はしばらく怖かったです。第15話、捕まれる。数日前、チャリで夜中にコンビニ行った帰り道のことなんだけど、その時後ろから誰かに、肩と腹を後ろから両手で掴まれた。明らかに人間の腕と手の感触があったし、息遣いも聞こえたし、酒臭い匂いもはっきりとわかった。俺はひったくりか酔っ払いに絡まれたのかと思って、力いっぱいブレーキかけながら、歩道の方にわざと転倒させた。ところが周り見ても誰もいないし、車も通ってない。そのあたりは人が逃げられるような脇道もないし、隠れる場所もない。捕まれた瞬間に転んでるから、すぐ後ろに誰かがいなきゃおかしい状況だった。冷静になって考えて、これは人間じゃないってことがわかり、体中に寒気が走ったよ。その後帰ってすぐ寝たんだけど、翌日の朝のニュース見て、びっくり仰天。俺が捕まれた場所で、酔った中年男性が車道に飛び出し、通りかかった車にはねられて死亡する事故が起こっていた。事故があったのは夜20時頃、俺がその場所通ったのは、深夜2時過ぎ。はねられた中年男性の霊だったのかな。第16話、巻物。子供の頃、倉庫部屋で見つけた巻物の中身が忘れられない。当時小4か5で、倉庫部屋の押し入れの、さらに天袋の中にあったから、今考えると、私もよく見つけたもんだと思う。あ、よくアニメで見る巻物だ。すごい、こんなのがうちにあるなんて。そう思って、何の疑いも持たずに箱から取り出し、紐をほどいて中を見た。そしたらまず、ぼっぴんを吹く女、みたいな江戸時代風の絵で、でかい犬が花魁みたいな豪華な着物の女の人を、犯してるのが書いてあった。きゃあ、なんだこれ、と思いながらもやめときゃいいのに、そのまま巻物をほどいていくと、背が異様に小さくて、目だけギョロッとでかい小人みたいな男が、女の人を犯してるのと、角が一本の小さい小鬼が女の人を犯してるのと、タコが触手で絡みついて女の人を犯してるのと、目玉の化け物みたいなのが女の人を犯してるのと、そんなんばっかりだった。ちなみに生殖器とか全部もろ。もっと怖いのは、犯してる側の奴らの目線が、全員こっち向いてたこと。さらにどの女の人も、多分死んでる人。肌が青くて、白目で、口から血が一筋出てる人もいたから。あんまり怖くて、でも内容が内容だけに親にも聞けなくて。でも、そのまま置いておくのも絶対嫌で。しょうがないから泣きながら庭で燃やした。今でも鮮明に思い出せる。マジで見なければよかった。第17話、幻視痛。おはようございます。2年前に職場の機械に中指を巻き込まれて、第二関節から潰れて切れたのね。
遺体を通り越すってみんな体験したことあまりないと思うけど、口では言い表しにくい、ビリビリした感じ。潰れてしまったんで、くっつけることはできなかったんだが、半年ほどで断面も塞がり、短い中指が完成したわけ。痛みもなくなった1年目、たまーに、ないはずの指先に激痛。これにはマジで焦った。ネットで調べたら、医学的に解明されてるらしい。まあ、それで安心していたわけだが、最近、祖父が急死する1時間前にないはずの中指に、強い力で握られた感触を、未だ怖くて忘れられん。みんなに伝わるかわからんが、思わず怖くて書き込んでみる。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。